こんにちは、横浜ジーパントップです。今日は新しいバッグをご紹介します。これはね、エドインさんのブランドがついた、キャンバス地のバッグになります。ここがね、スナップボタンに、なっています。ここはね、スナップの方が、まあ、磁石なんかだと今ね、カードなんかダメになっちゃう場合があるんで、こういうボタンの方が安心だなっていう方は最近増えてきています。で、中がこんな感じ、ちょっと見にくいかな。特にあのチャックもファスナーもなく、ただボンと入れるタイプで、こんな感じでちっちゃいポケットが一つついています。割と大雑把な感じで、ちょっとねお散歩するときに、スマホ携帯、あと同じかスマホ携帯、お財布携帯なんかを入れてペットボトル1本入れるとちょうど良さそうな雰囲気です。肩のところはね、調節がこのようにできますので、こうやってちょっとね肩にかけて、見えないか、こんな感じで着ていただくといいかなというふうに思っています。布地なんでね、優しい感じでこれからの季節に良さそうな色になっています。この他に、色はですね、ネイビー、この色ですね。ちょっと洗いかけた感じが、風合いがいい感じになっています。それと真面目なブラック、まあ、ブラックって言ってもどちらかというと濃いめのグレーみたいな色になっていますね。この3色をご用意しています。で、この大きさのバッグはね、あの皆さん重宝されるんで、すぐ売れちゃうかなと思いますので、お早めにご購入の方お願いしたいと思います。当店は京浜急行杉田駅隣、プララ杉田というビルの2階にあります。地下には駐車場もございますので、そちらも合わせてご利用になっていただければと思います。もし場所がわからないなって方は、ご気軽にお電話していただければと思います。今日はエドインのキャンバス地のバッグ、ちっちゃい方をご紹介させていただきました。ご来店の方お待ちしております。